また本人は、中華民国の軍人。当初は、北京政府、直令派に属した。後に、国民政府に転じ、長学寮を疫止させるなどの活動を行った。字は、アカルテるアカルテ1902年、武将右派田畑英に入隊する。その後、湖北陸軍特別小学堂に入学し、1907年には、北京陸軍軍艦学堂。 第2期に進学した。1909年に卒業すると、近衛軍機兵配長に任せられる。間もなく、第6鎮第11共闘領となった、李淳の下で、片本人は、参謀長代理に任せられた。中華民国建国後の1913年に、李淳が、公正都督に任せられると、片本人はその下で、都督不参議長長長。 陸軍将校公衆所所長、特軍省参謀長などを歴任する。1917年、日清樹氏に任命される。1922年、新たに、厚生特軍となった、蔡義博のもとで、方は、南沈樹氏県越変貌を、ただし弁県園越,越軍総司令に任命された。1923年3月、伊木将軍の位を授かる。 1924年12月、蔡義博が、甲州の中国国民党討伐に失敗すると、法本人は、この木を捉えて平変により、蔡を下野に追い込んだ。こうして法は、北京政府中央から、しばらくし公正ただし弁に任命され、翌1925年1月、正式に公正ただし弁に任命されている。同年11月、 孫連邦のもとで御小連軍、軍総司令に任命された。しかし1926年3月、御配布に支援された、片配下の市長東女助拓倉が兵変を起こし、片は、下野に追い込まれてしまう。そのため片本人は、関東省に逃れて、国民党に駅死し、同年8月、厚生戦部試験第11軍軍長等に任命された。翌月、片は、 北伐軍に従軍し、厚生将攻略に貢献している。しかし南将攻略の際に、方自ら説得して降伏させた三人の敵軍市長が、将解析の命で処刑されたため、方はこれに起こり実職してしまった。1927年春、将の将生に応じて復帰し、何政不可視と共に、国民政府を代表して、北京で開かれた、 南北は平会団に出席している。1928年2月、中央政治会議院検体現政務委員会委員に任命された。1928年6月、張作林爆殺事件が勃発すると、法本人は国民政府代表として東北に向かい、張作林の葬儀に出席した。以後、法は、 長学料を駅舎させるために活動し、これを妨害しようとする、日本側と激しい折衝も行っている。最終的に同年末に、長学料は駅舎し、方は東北政務委員会委員に任せられた。1929年3月、国民党三期一中全会で、中央政治会議員に補欠選任され、同年5月、湖北省政府民政庁長兼、 代理省政府主席に任命された。同年10月、軍事委員会委員長北平公園主任に起用され、1930年には国軍編使委員会委員等に任ぜられた。1931年4月、軍事参議院上昇参議に任命され、同年12月には国民党第4期中央執行委員に選出された。しかし、小会席と意見が合わず、 この年をもって、肩は下やした。1932年以降の片本人は、実業家として活動し、武漢で、長江半店を合弁により経営したほか、さらに2隻の船を所有して、運輸事業も行ったとされる。また、中国農工銀行常務、東後と、江南鉄路講師観察人等も務めた。日中戦争が勃発して、武漢が陥落すると、方は、 新日政権参加を日本軍などから求められている。しかし方はこれを拒否し、公衆に僧侶として陰性した。1949年、家中軍政長官士郎高氏めでたから民軍葬式に任命されたが、方は就任を拒否、起議,議して中国人民解放軍に行をしている。1951年2月15日、天津で病没。去年72。 ありがとうございます。